北川ありは、国連難民高等弁務官事務所職員。旧姓、山田。愛称は、アイリーン。千葉県阿ビ子市出身。阿ビ子市立阿ビ子中学校、明治学院高等学校立教大学文学部、卒業。東京大学大学院総合文化研究科修士、課程修了。免許、資格は、剣道初段、当育、J 社員。 2002年 TBS にアナウンサーとして入社2012年 TBS テレビを退職し国連難民高等弁務官事務所に勤務2002年4月 TBS にアナウンサーとして入社放送会入り花丸マーケットのコーナーアイアムレシピの司会を務める2004年花丸の制作プロデューサーを務めていた北川雅一と結婚する 2006年度、全日本テレビ番組制作者連名賞表彰式式典の司会を NHK アナウンサーの小郷智子と共に務める。2008年6月23日午後3時16分、都内の病院で第一子となる男児を出産する。2009年4月、職場復帰と同時に TBS テレビへ自動転席。 2010年8月から2011年3月まで日曜日の17時台後半に TBS のテレビラジオ同時に出演する2012年3月 TBS テレビ大社を発表人道支援に携わる仕事をしたいと思っていますと東京大学大学院総合文化研究科への進学を表明したアナウンサーとして最後の出演となる同年四月一日放送のラジオ 千葉ドリーム、もぎたてラジオにおいて、退社、及び番組交番の挨拶をし、放送会からも引退した。同年11月、国連難民高等弁務官中日事務所に、入職、バイアソシエート広報アソシエートとして、難民映画祭等のイベントコーディネート、UNHCR 海外勤務職員へのインタビュー、機関誌の執筆、ウェブサイトの企画等も行う。二千十三年、 東京大学大学院総合文化研究科修士課程を終了。同年9月23日に国連難民高等弁務官事務所の広報担当として大沢優里の悠々ワイドに出演している。ありがとうございます。